皆さんこんにちは、文ちゃん先生です。今日はですね、ごまをいってみようというふうに思うんです。でこれごまなんですけれども、まあ、市販の安いお得用のごまなんですね。でごまって2種類売ってて、ほとんど売られているのは入りごまってことで、一回言っているんですけれども、まあ、これをですね、お料理する前にもう一度自分で、言ってあげると、まあ、そういうふうにやってあげた方が美味しいので、そのやり方を勉強しようというふうに思うんですね。で、すりごまなんですけども、私はこういうふうにでかいすり鉢を持っておりましてですね、まあ、このすり鉢に、すりこぎごまを使ってですね、まあ、やってみるという、まあ、こういう昔ながらのやり方大好きなので、それも皆さんに紹介していきたいなと思います。さて、それではですね、まずフライパンにこう火を入れますけども、フライパンはもう強火のままで結構です。で、強火のままこのような状態にしたらですね、このごまなんですけれども、このごまをまずこう全部開けちゃいます。バサバサーというふうに開けちゃいますね。で、ごま焦げてしまうので、少しこうゆっくりとこうかき混ぜながらやってあげる。で、ごまね、弾くんですよ。パチンパチンというふうにして音がしてきます。で、少しこうきつね色になってくるので、まあ、きつね色ぐらいになってきて、あ、ごまの風味してきたぞというふうな状態になれば、もう引き上げていただいて結構です。で、そうなると今度こうすり鉢に入れていただいて、このすりこぎ棒でゴシゴシとこうやっていくんですけれども、あまり力を入れないでやってあげるといいのかなというふうに思うんですね。まあ、こういうふうにして買ってきたものを、入りごまそのまま使うよりも、一旦こういうふうにしてやってあげる方がですね、美味しいですね。それと、実はこれごまってこのままの状態だとほとんど消化しないそうなんですよ。ってこれせっかくの栄養素が、通り抜けていくだけという、まあ、そういう状態になってしまうので、まあ、こういうふうにしてすり鉢で、吸ってあげて、すりごまにしてあげると消化しやすいというふうな状態になるので、まあ、そのような状態にしようかなというふうに思うんですね。で、すりごまを作ればごまドレッシング作れますし、まあ、ドレッシングも作れるということは、他にもほうれん草の和え物、白和えなんかでも使えますねというと、その通りですね。で、このごまをたっぷりとこう使って、まあ、いろんなお料理なんかにでも使えます。きんぴらごぼうなんかでもですね、使えますから、まあ、そういういろんな料理にこのごまを使うと、で健康的にもいいですし、ただ消化 したいなというふうに思ったら吸ってあげるというのが必要なので、見た目はですね、握り飯なんかを作るときにはこのような状態の方がいいと思うんですけども、まあ、少しはですね、このコンビネーションを効かせてあげるということでしょうね。すりごまと、それから、この入りごまと、で、あとあるのはですね、まあ、例えばこうきんぴらごぼうなんかこう作るというような、そういう時ですけれども、ごま油、これを風味付けに生かしてあげると。で、ごまをこう振るんですけども、そんなに風味が強いわけではないので、まあ、そういう時にはごま油と併用してやってあげるといいのかなというふうに思います。まあ、もうちょっとするとパチパチと弾いてきます。チャーハンなんか作る時にはこのごまをですね、まあ、こういうふうにしてこう返すという技ですけれども、この返す練習にごまを使ってこう返しなさいと。で、よくこういうふうにしてこう返す練習というのをやりましたので、まあ、皆さんもですね、あ、チャーハンを作る時とかいろんな時にこう返し技っていうのがありますけども、まあ、それはですね、このごまを使って練習すればいいですよと。で、ごま高いですから、お米でもいいですよね。あ、なるほど、米粒で練習すればいいんですねって言うと、そうですね、まあ、こういうふうにして練習して、お、返し技、フライパンの返しというのをですね、あ、僕もあんなのやってみたいなというのは、こういうふうにして練習すればいいと思います。さて、今度はですね、ある程度こうきつね色になっていい香りがしてきたごまなんですけども、こういうすり鉢の中に入れるとですね、まあ、こういうふうにしてこういっていくんですけれども、ポイントは この腕だけが回転していて、上の方の腕っていうのがあるんですけども、上の方の腕はほとんどこう動かさずに、この腕だけがぐる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 とこう回るような、で力を入れる必要はありません、まあ、こういうふうにして自然な状態でこうゆっくりとゆっくりと、そんなに力を入れずに回していけば、プチ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 と言いながらすれていきます。で、すれていくに従っていい香りがしてきますけれども、砂の状態というのはダメで、どちらかというとですね、粘土に近い状態にまで
吸ってもらうと油が出てくるんですよ。これ吸っているとそこまで吸っていくと美味しくお料理に使えるかなというふうに思うので、まあ、これはちょっと時間かかるかなというふうに思います。さて、まあ、大体このような感じで出来上がりですね。まあちょっとこうしっとり感があるというか、あ、水分が出てきたなと、油分が出てきたぞという、まあ、それを感じるような状態であれば、まあ、これで出来上がりです。で、あとはですね、まあ、これいろんなところで使いますけども、まあ、面白いのはマヨネーズとお酢とそれとこのごまと少しお砂糖を入れてあげて、まあ、ドレッシングにするというふうな状態で使っていただいても美味しいですから、ぜひとも挑戦してみてください。すり終わったものは、まあ、このようにして僕タッパの中にいつもこう入れて使うようにこうしているんですけれども、こういうふうなものが売ってるんですよ。え、こんなものあって売ってんのとか言って、でこれでこういうのをこう吐き出すんですね。ちょいちょいとこう吐き出してやってあげると、こんなのないんですけどというのがあればですね、使わなくなった歯ブラシあるじゃないですか。え、歯ブラシですかとそうです、その使わなくなった歯ブラシを使っても、まあ、こういうところっていうのはこう取れますから、まあ、ブラシであれば何でもいいんだということですね、まあ、こういう竹のものがあればですね、これを使って、まあ、このようにしてきれいに取れますよということです。さて、ごまいかがでしたか。あんな風に簡単にごま作れるんだなというのが分かっていただけたらですね、早速手料理挑戦してほしいなと思います。